大泉の4代目のモチーフと申します。この仕事に出て大体25年ぐらい、になります。当時とですね一緒に仕事して13年目になりますので、で、まあ、この押し大泉っていう蔵なんですけど、明治15年に、創業しまして130数年ですね、の歴史があります。ここがですね非常にいいお水ができるという、いいお水ができる場所で酒造りを始めたというのが押大泉の歴史になります。こちらでですねニャンカップというお酒を作っているんですが、まあ、ニャンカップっていうのはですね、まあ、言葉で言うと猫のカップになります。でなんで猫かっていうとですね、昔はですねあのネズミをですね退治するのに、必ずどこの蔵元でもですね、猫を飼っていたんで、猫っていうのもですね、まあ、大事な酒造りのスタッフということでですね、酒造りの影の主役である猫をですね、まあ、カップの方に乗せたいということでこういうですねニャンカップをですね、作りました。従来のですねやつは普通酒が多かったんですけど、まあ、純米吟醸のですねカップ酒っていうのは、今でもですね割と珍しいのかなというふうに思ってます。やっぱり純米吟醸だとね、やっぱり初めて日本酒飲む方でもですね日本酒のイメージですねすごくね、まあ日本酒ってこんな美味しいんだっていうですね、気づきになったらいいなというふうに思ってます。昔はですねカップ酒ってどちらかというとすごくね年配の男性のですね飲み物ってそういうイメージが強かったんですけど、まあ、そういうところにちょっと猫のカップがあるとすごくねどちらかというとポップでですねすごく、まあ、女性とか若い人もですね買いやすいんじゃないかということで、まあ、それで猫のカップをですね、作ってます。こちらは、こちらはですね、500万石の、純米吟醸が入ってます。でこちらはですね、梅丸っていうですね梅酒が、まあ、あの純米のですね海流に梅をつけた梅酒なんですけどそちらが入ってます。これは主に、島田市の梅、他に藤枝の梅もですね、混ざってますんで全部ですね JA 大井川の梅がを入れてますね。ですごくね、ちょっと辛口の梅酒なんですごく食中に飲んでも美味しいお酒ですね。機械でやるとその時に熱いお酒を入れてでもって蓋をしてでそういう工程を取るんですよ。だからどうしても熱変化しちゃうんで、どうしても美味しいお酒を出したいっていうことで、まあ、常温で冷たいっていうことで今のやり方をね取ってます。ニャンカップはですね静岡県内のですね酒販店さんですね、いくつか置いてありますし、まあ割と求めやすい分かりやすいところだとですね例えば松坂屋さんのね静岡店みたいなの酒売り場にはねこちらのやつもありますし、あとは瀬の場さんの静鉄さんにもですねこちらの商品は、あります。ここの外からどう白くなってるかを見て、はい、こんな感じでどう外から吸ってる感じを見て、はい、で上げるタイミングを測ってる。水を吸わせどれぐらい吸わせるかです。これでだいたい 30%、31% ぐらい、いつも低温すら吸わなきゃダメなんです。ここの中で麹物で作ってきます。11月にはもう結構もうフルにお米が入っているな。昔の杜氏さんよくポケットに手を入れてたって言ってます。冬寒いんで感覚が鈍くなると温度が分からなくなるんで常にこう手だけはぬくめてたって聞きますけどね、寒いところからここ入ると温度分からなくなるんです。前半はやっぱり麹っていうのはカビなので乾かしたくないんですね。である程度増えてから乾かしていきたいです。この時間帯はどれぐらいかとか、あと明日の朝だとこういう感じで握ってゴム割りのような跳ね返りが欲しいなとか、そういう感じで徐々に乾かしていきますね。
うちのお酒っていうのはちょっと苦渋っていう、うん、後ろの味が苦み渋みがちょっとあるんですけど、それがカツオの血合いとかだとすごく良かったり、あとあの苦渋って肉を咀嚼してる時は合うんですよね。だからそういう感じであの何でも飲んで食べてます。こちら海流というお酒になります。こちらはですね、旧岡部町のですね、朝比奈地区でですね採れた山田錦のですね、お酒になります。でこちらはですね、朝比奈っていうのは結構ですね、夏でもですね涼しいような場所なんで、すごく米もですねにとってもですね非常に栽培にですねいい場所じゃないかなというふうに。海流という名前なんですが、こちらの裏にですねありますけど、昔ですね流星というですね、今もですね伝統が続いてるんですけど、まあ、流星というですね戦国時代から続くですね、まあ、のろしのようなものがありますんで、まあ、そちらの流星の流の字を作ってですね、海流というふうに、名付けられてます。お米のうまみとかですね、まあ本当にまあ柔らかさとかそういうものがですね非常にいいですね、たっぷりあるんで、どちらかというと淡麗な酒というよりも芳醇なですね、お米のですね純米らしいですね、うまみのある酒、流星のですね、お祭りがあるときはあの地元のお米の皆さんがこの酒もですね飲んでくださるということで、非常に私も嬉しいです。